とアホーレン、アホーレンの皆さんです。三里で阿波踊りをやったきっかけはやっぱりコロナでその本場の阿波踊りがなくなったっていうこともあるんですけど、やっぱり毎年やっているとできないこのコンクリート上じゃない山の中とか川のところで阿波踊りを踊れるっていうところをやっぱりプロのカメラマンに撮ってもらいたかったなというのも前から持ってて、それが今回その4人、まあ、県内外から集まってもらったっていうことも含めて、いわゆるこれからの阿波踊りっていう新しい見せ方とか、まあ、捉え方を伝えられるきっかけになればいいなと思って今回は企画しました。で、今後は、まあ、これをきっかけに、まあ、いろんな伝統とかそういう自然の中でいわゆる人と何かが共存して作られたものっていうのを、まあ、伝えるために、まあ、カメラとかを駆使して、いわゆるこの三里で三里から伝えていければいいなと。